りちゃんも随分慣れたね。あ、ねえ、うん、そうですか、うん、ならそう言われると嬉しいですね。うん、頑張って頑張って。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ30秒前です。はい、さあ皆様こんにちは、キクちゃんこと菊川久志です。今日はゲストをお迎えしております。自己紹介をどうぞ。はい、どうもお久しぶりです。ケンさん、ピン、ご観覧の皆さんお久しぶりです。はい、1ヶ月ぶりぐらい。そうですね、うん、またちょっと曲の方を流すのと、また平和の集い的な話、ライブ活動の話とかもしながら、ちょっといろいろ話していこうかなと思ってます。はい、ハオです。はい、ハオさんですよ。はい、はい、今日はですね、令和5年の11月22日いい夫婦の日ですね。旧暦は10月10日なという意味。あ、10月10日ですよ、旧暦は。はい、いい日ですね、どっちもね。なんかね、はい、というわけでですね、今日のキクちゃんの明日県産品も生放送でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。それでは元気にいきましょう。ぼくぼくさ、はい、改めましてキクちゃんこと菊川久志です。中村ハオ、ハオですよ。はい、早速ね、ツイキャスの方ですね、高坊さんからおはようございますいただきました。おはようございます。挨拶は大事ですね。ね、ね、はい、ちょっと聞こえてないです。挨拶は大事ですよね。そうですね、挨拶は基本的にするようにしてるんですけど、はい、しない時もあるんですか。できない方とかもいらっしゃいますね。そうですね、うん、まあ、ちょっとこんにちはって言っても返してくれなかった方いらっしゃいますけど、やっぱり一日はこんにちはから、はい、夜はこんばんはから始まります。はい、はい、なるほどね。はい、はい、高坊さん晴れてますか。あ、寒いです。あ、東京寒いですみたいですよね。沖縄地方もね、ちょっと冷え込んではいるんですけれど、はい、あのね、随分今日はいい天気です。少しまあスタジオがちょっと暑いかなというぐらいではあるんですけどね。ちょっとうっしっとしますね。はい、では、今日の早速の1曲目をお送りいたしましょうか。まあ、いい夫婦の日にちなみましてね、この曲からお送りいたしたいと思います。デイゴ娘で、ミュート節。Oh.
本日の1曲目ミートブシデイゴ娘でお送りいたしました。はいね、この歌もいいですよね。いいですね、こうとってもほのぼのしますね。そうそう、癒されますね。はい、ワンネイッペカラオケなんかでみんな歌う方、歌わない方いるけど、うん、場合によっちゃちょっとシンとなってしまうけど、うん、癒されるものとハードロック的なものとかやっぱ違いますからね。そうですね、タイミングって難しいですね。はい、タイミングっていうのは難しいですね、うん、はい、もうねこの歌を聴くとちょっとじんわりきますね。じんわりします、ね。はい、世の中の、ご夫婦の皆さん、今日はいい夫婦の日です、うん、ね、男性からは、まあ、プレゼント、女性からはいい美味しい夕飯作ってくれるかなみたいな感じですかね。まあ、沖縄はこういう情のあるとか情というか、ね、とても深いそういう歌を歌ってる方が多いので、はい、結構この内地からまた大和から外国からっていろんな曲が入ってきて、はい、その間の休憩に入れていただいたら助かるんですけどね。そうですね、メインというわけにもいかないけど、まあね、逆に全部それだったらメインになりますけどね、はい、なかなか難しいものがありますけど、うんうんうん、やっぱりお祭りとか、はい、ちょっとしたライブとかで弾くと、はい、すごく心に染みたり、そうですね、涙が出てきたりしますよね。しますね、歌っていいですね。そうですね。はい、ではここでですね、この番組では、民謡島歌リクエストメッセージを募集しております。地域の話題や応援メッセージお待ちしておりますよ。リスナーの皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。宛先ははがきの方ははがきお待ちしてますよ。はい、郵便番号 901-2222、郵便番号 901-2222 FM 宜野湾宛てにお送りください。ファクシミルは 098-943-0094 098-943-0094 です。お間違いのないように。そして E メールアドレスは 797@fmginowan.com 菊ちゃんの和下内縄県産品宛てにお送りください。スマートフォン、パソコンにてですね、 YouTube チャンネルをやっております。FM 宜野湾で検索していただいてですね、まずツイキャスの方も FM 宜野湾で検索してくると、リアルタイムで、生放送が見れます。はい、YouTube の方はですね、FM 宜野湾のですね、生放送のところもあるんですけれど、後で見たいという方はライブ欄、
ライブの欄の方に、キクちゃんの明日は品県産品のサムネイルが出ておりますので、そちらをご覧ください。そちらからリクエストをくださっても構いませんよ。では皆様、たくさんのリクエストメッセージマッチョイビンドを待ってますよということで、よろしくお願いします。はい、早速今日リクエストいただきました。はい、ラジオネームしょうちゃんさんからですね。はい、しょうちゃんさんから、はい、はい、さえきくちゃん、うきみさおち、おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、ラジオネームしょうちゃんやいびん、放送に間に合うようにコメントとリクエストをお送りいたします。さて話は変わりますが、このところ気温の上がり下がりが激しい日が続いていますね。確か続いてますね。体調崩さないように気をつけていきましょうね。さて、チューン1曲リクエスト、ウニゲーサベラナ、フォーシスターズさんのナンバーから宮古式音頭をハンドルオペレーターの皆様とチャッピー食堂の皆様、ハルボー兄貴、ヒデニー、ジャイアン兄貴、スケロクさん、名護の中尾明さん、高木徳美町、前田住職、ジェット姉さんほかリスナーの愚数4回プレゼント、逃げさびらなアンドンやれキクちゃんグブリーさびらーといただきました。それでは聞いていただきましょうか。フォーシスターズで宮古式音頭です。曲の方はですね、フォーシスターズの宮古式音頭をお送りいたしました。ラジオネームしょうちゃんさん、いつもありがとうございます。さて、どんどんメッセージがいらしてますね。はい、中城区のふんでわらばさんからいただきました。ハイサイグブリーサビラ、バンドマンの菊川さん、和宮うやぬ介護総医師が、医師の疎通がうまくいかずきっちりわじわじしたりします。後から、自己嫌悪に、はい、なりますよね。はい、ね、やっぱりね、お親とね撮影したいですけど、ね、そういう時もありますよね。はい、あと、介護以前の、元気だった、親を思い出し、泣ちぼくない便、はい、泣きたくなります。リクエストいたしく、安室奈美恵さんのベイビードントクライ、をお送り、リクエストお願いしますといただきました。それでは、聞いていただきましょうか。安室奈美恵さんでベイビードントクライです。ライブ版ですね。ライブ版しかなくて、あんまりよくないね。小学校は一緒というか、年離れてる孫なんで、うん、多分お姉さんが同級生じゃないかな。うん、ウィリアムズが安室って言って、うん、
うん、そんで顔も雰囲気に似てほらサーター、サーターアンダーギアもあったもんね。そうそうそう、でアクターズのダンスの先生やってた時の情報では、うん、ちょうどやってた時幼稚園生とかそのぐらいだから。あ、そっか、うん、あ、そっか、そうそう、そこ前だね、うん、あんまり2つあるんだよね。そうそう、あのサーターアンダーギア、あれ親戚かなんかでしょ。うん、親戚、はい、どっちも親戚なのそうじゃない、わかんない、細かいことは聞いてないけど、あっちにって聞いてないけどさ、そうだと思う。あ、そういう情報的に、あ、そうなんだ、昔アムロっていたなってから、うん、あれうちの妹がすごくな年だったから、うんうん、小学校上等、小学校上等だから、うん、むしろアムロ全然離れてるから、それはそれ、それはそれ、サウナ感的には合ってる、ね、あ、そっか、だよね、あっちはもうその時代があったからさ、そうですみたいな、何もないし、松竹も何もないしだよ、何もないみたいなね、マスミしかいないじゃん、そうだよ、マスミロイドリー、玉木デイビーとかしかいないじゃん、ミツルさんとかね、あ、そうそう、一応終わりましたね、はい、はい、曲の方は安室奈美恵さんの、Don't Cry Babyベイビードンとクライ、ありがとうございます。あかりちゃんがね、いつ登場するかなと思って今日はねちょっと、はい、ちょっとボケてみました。お読みいただきありがとうございます、はい、はい、ね、アシスタントやってるあかりちゃんはね、新入社員なんですけれども、はい、はい、フレッシュ、はい、フレッシュフレッシュ、純粋そうな顔してるね、純粋、もうピュアですよ、もうね、8時代です。いや今日しか会ってないから。あ、そうだね、はい、前から会って全員会ってた、はい、なんか優しそうな顔してんなっていう、うん、雰囲気で、とてもね人柄がねいいのが分かりますので、とても安心してオペレートをお願いした、はい、アシスタントしてくれてます、ありがとうございます、はい、というわけでですね、高尾さんが、赤ちゃん泣くな、あ、赤ちゃん泣くな、はい、ドントベイビークライ、あ、どん、ベイビードットくらい、直訳してるというか、ボケが、はい、ボケが頭から抜けませんでした。というわけでここで CM いきます。はい、じゃあ泣くつ、突っ込んでくれた、突っ込みだよね、笑いも入ってるし、ナイス。え、これって赤ちゃん泣くなって意味なの？そうですね、でもベイビーっていう単語ってなんか愛しい人みたいな意味合いもあるので、男性が女性に言ったら女性が男性に言う、そうそうそう、なので愛しい人泣かないでみたいな意味の方が赤ちゃん泣くのは間違ってるじゃないですか、そうですね、あの本当に赤ちゃん、あれに直訳だけど面白い、もう面白いですけどね、バカアウトバカンみたいな話よね、はい、かもしれないです、なるほどね、うんうん、なるほどね、時代的なのは聞いてないか分かんない、20秒前ですね、はい、有名な曲は大体知ってる、はい、だよ、これ赤くなってくる、10秒前です、はい、はい、本日はですね、ゲストに中村亜央さんをお迎えしております、はい、どうも、今日はですね、はい、僕がちょっとお伺いしたいのは、今ハオさんとね、平和ライブを企画しているところでして、まあ、ライブというよりは準備中ですけどね、はい、いろんなところでも話してるんですけど、うん、20年前は、うん、前も話したんですけど、平和ライブとして普天間基地包囲の時に歌ったり、はい、市里文化祭などまた沖縄各地のイベント、はい、某宗教なども全てが一つになるという気持ちがどの宗教でも歌うようにしたんですよね、うんうんうん、宗教に入らずにね、はい、平和なライブということで20年前はすごくそういうライブ活動をやったんだけど、はい、やっぱり今私は上日という仕事をやってますので、はい、上日の仕事から、20年近くはどうしても音楽ができない、できても集中できないみたいなので、うんうんうん、もうとりあえずしっかり勉強しようということで20年近くはそういう神事で勉強をして、はい、やっと今落ち着いて、それでも何か途中止められるんじゃないかと思いつつ、はい、マガタマガタって音が鳴っちゃうので、こちらの上に手を置いてみて、はい、できた、アシスタントさすが、そういうか、まあ、その自分自身がそういう勉強を終えて、うん、終えたかどうかは分かんないですけど、いろんな、はい、サーターが生まれ、いろんな子たちがいるけれど、
安室奈美恵さんもちょっとそれに近いよ、はいですよね、トッコさんとね、はい、だからそういう先にその神事のことを一生懸命勉強して沖縄歴史先祖、うん、第一尚氏第二尚氏、うん、北山王、中国美人36世といろんな離島とかも全部勉強して、はい、もうどこにも行くとこない、インドも2800キロ、うん、中国も1800キロ走破して、うん、まあそれだけじゃないですけど、はい、なんか苦難のでそういう感じで終えてきて、うん、昔自分が作った曲を一切外には出さず、はい、政治では個人的に歌ったんですけど、はい、ライブでは歌ったことなく、それをなるほど、うん、また曲にしようということで、はい、私自身、この曲を昔のままではなく作詞作曲はそのままなんですけど、はい、アレンジを入れようと思って、うん、久しぶりにこのアイランド、はい、テレビ済み作曲者の荒川さん、はい、さん昔の付き合いがあって、はいはい、電話したところ、うん、OK が出て OK というかもうああアレンジだろみたいな感じで軽くっていう話になって、その前に私は死んでなかったのかっていう話になって、はい、何でよって夢の中で出てきたから死んだのかと思って心配しておいたからそうなのって話になって、ね、まあ、それはスルーして曲の作りが始まって、はい、まあ、ある程度今ゆっくりやってきたので、はい、まあ、明日明後日じゃなくていいからゆっくりやりましょうということで本当にゆっくり作っていって、うん、はい、今やっと自分の曲がアレンジが終わった曲を少しずつ流していきながらやってるんですけどね、はい、まあ、このライブ活動にはいろんな方が力貸してくれてるので、はい、後からかかりますけど、うん、一つの願い、二大会一つの願いは、はい、メイクマンの CM ソングを歌っていた二人っていう曲を歌っていた、はい、モミーさん、うん、こちらがコーラスに入ってくれていて、はい、こちらもまた平和ライブに参加してくれるということと、はい、うん、やっぱりその頃からいろいろ付き合いがある方、はい、いろんな方々に入っていただき、まあ、そんな売れてる、ね、ビギンさんとかそんな大きなライブはできませんが、小さな平和活動と、はい、また私的な、いろんな悩みを解決していけるような話もしながら、うん、進めていきたいと、はい、でライブを作っていきたいと思っております。なるほど、今ね、はい、世界各国ね荒れてますからね、うん、世界各国が ね、 ね、もう世界中戦争、昨日もね、はい、夜中の11時頃ミサイルが飛んで、はい、北朝鮮からね、大変な状況でしたけど、はい、ありましたけれど、まあ、はい、はい、あ、それじゃないですよ、そーっと差し出しますよ、二人っていう曲で、はい、宮城守さん、家間歌ってる作った、はいはいはい、あの方が作った二人っていうとてもいい曲ですので、はい、検索してみて聞いてください。はい、ね、分かりました。モミーで2人、うん、はい、いい曲ですよ、はい、では今日ご紹介します三角親って言ってるしいい感じ、はい、あ、ちょっと少しずつ流していきましょうか。もう CM とすぐあれですもんね、はい、すぐなんで、ではちょっと曲の方も、はい、ちょっと薄く BGM で流しながら入っていきましょうか、はい、曲の方は二来かない一つの願い、歌は覇王さんです、はい、よろしくお願いします、はい、流してます。あれ、あ、失礼しました、優しい方、失礼しましたちょっとツッコミがいいな、ギクちゃんちょっとツッコミちょっと、ま、学ばないといけないね、この方三角多いやね、そうそう、あ、あの CM がやっぱり主流ですよ、うん、20年前ぐらいですかね、二人っていう曲を歌ってるんですよ、なるほど、なるほど、ね、すごいいい曲で、はい、はい、私もいい曲だなと思って、はい、マイクの方も上げてて大丈夫ですよ、上げてる、あ、私ですか、うん、あ、ありがとうございます、みんなでちょっと喋りながらエンディングを待ちましょうということで、はい、はい、とてもね、覇王さんはボーカリストとしてもいい声なさってますよね、はい、ありがとうございます、いい、あとで、100万円くださいすごい細かいな、100万ちょっと、まあ、どういう100円にしようかなと思って、昭和のツッコミすぎてどうって、事実から100円だったらまたね、200円のツッコミだと、まあ、こんな感じで近頃はですね、僕と覇王さん、はい、は、ちょっとボケツッコミ、僕が天然すぎてボケになってないみたいですね、そうですね、はい、私がボケたいんですけど、はい、キクちゃんは逆に突っ込まないし、うん、ボケたらボケたで、どっちの方向いてるの、突っ込んだら真面目だしすごい真面目で、じゃあキクちゃんさんはボケを食うボケってことですね、そう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 、だって LINE でも今どう返したらいいのかわからないって書いてるもんあれどうしようみたいな分かるようには言ってるんですけどね、やっぱり
すごい真面目な性格になってる。はい、僕真面目なんですよ。ちょっと言わないで。あの関西ちょっとなかったんで、うん、あーなるほどね。お笑いポーポー、お笑いポーポーに古いですね、また。私、はい、お笑いポーポーより古いですよ、昔の。私が昔ライブやってる時代は、あのお笑いポーポー松竹も何もありません、ね、はい、玉木デニーさんと、ね、はい、ロドリゲス・マスミさんが司会とかで、変わりませんでした、ね、はいはい、うん、実はですね、ユーリキアの2人、あっちもいないです、うん、いない時代です。あ、そうか、まだいない時代、全然いないです。あ、後から出てきたのかな。そうなんです、お笑いポーポー出てきたで出てきたのかな。そうそう、うん、私はもっと前に、はいはい、あえて20代の時代ずっとそういう、彼らも同世代だから、うん、あの年は一緒ですよ ね、うん、一緒なんですよ。だから何回か顔合わせあるんですけど、うん、話したりするんですけれど、すごい参加したいみたい。あ、参加したい。ここマイクつなげた方がいいんじゃないの。はい、マイクつなげましょうか。そう、そういうのもいい ね、はい、ま、今日はね、こんな感じでですね、あかりさんは、うん、はい、あかりさんも世代じゃないので生まれてもないですもんね。やっぱ若いんだ。そうよ、おじちゃんたちの言ってること分かる。いや、おじいさん、おじいちゃんの、もうポーポーはもう食べ物の方しか分からないです。かわいいさ、かわいい、そこがいい。普通人間は食べ物ですからね。はい、いいと思います。というわけでですね、はい、お時間が迫ってまいりました。キクちゃんの和下内田健さんピン、はい、生放送本日もいかがでしたでしょうか。また覇王さんをお迎えしてね、はい、紹介したいと思います。また来週、また来週。だから言ったじゃないですか、喋りで今止めてる方よね、私は。そうそう、だから、あ、これ本当は1時間番組でもいいお二人だったんだって思って。ね、やるよね。じゃあ、ニフェーデービルって。ありがとうございます。じゃあ、GKS 終わりますね。はい、ありがとうございます。